北朝鮮メディアは、朝鮮人民軍がきのう、地対地戦術弾道ミサイル2発を訓練で発射したと伝えました。北朝鮮西部から発射し、611キロ離れた日本海の島に命中させたということです。北朝鮮は米韓合同軍事演習に強く反発していて、12日にも潜水艦から2発の巡航ミサイルを発射しています。